本日はアーバインの方に行きます。はーい、カレンです。はい、今回はね、前お伝えした通り、ステッシュのね、アウトレットセールに行きたいと思います。ってことで、ロサンゼルスの中でもアーバインっていうね、すごいね、いいエリアにあるんですけども、ステッシュのアウトレットセールはステッシュの本社の中にあります。ちょっと光がやばいね。倉庫みたいになってて、そこからね、もういろんな服があって散りばめられてて選ぶっていう感じなんですけども、ちょっと中は取れないので、多分何か買うと思うので、ちょっとね、見ていきまーす。はい、そろそろ着きまーす。久しぶりですね。ちょっと車が心配じゃない？前止めづらかったからね。かなり。そうそう、路駐だからね、ちょっと心配。買い物してきてる人います。結構いるね。はい、10時45分ぐらいに入ったんですけれども、今何時だ？1時半ぐらいまで買い物して、もうレジがすっごい長くてね、100人以上並んでたんだけど、無事買いました。見てみて、100ドルだよ。もうちょっとキャップは潰れるんで出してるんですけど、この中はお洋服が入ってます。とりあえずね、お腹空いたんでランチゲットしに行きます。ではね、ランチは T41 に行きます。 T41 はニューヨークでよく行ったヤムチャなんだけど、めっちゃ美味しいんだよ、ここ。ここはね、結構日本食がドラーっとあるとこなんだけど、こんな感じです。では行きましょう。サンゼルスのアーバイン店は高いよ。1個さ、7ドル50もする。そうしなかった、ニューヨークで。1000円だよ、これ。日本。やばいよ。1個1000円。美味しそうだよ。色が違う、日本と。うまそう。そうだね。これ1100円。おかゆ1000円。ダスで2000円。食べてみようか。美味しいよ。チャーシューですね。うわー、うまそう。美味しいよ。こちらワンタンヌードルでございます。美味しそう。美味しそう。これはニューヨークにないメニューかな。ニューヨークない、東京もない。はい、お昼ご飯食べて、ちょっと車の中で2時間ぐらいナップをしてたんですけれども、ちょっと起きたので、今ね、アーバインスペクトラムっていう大きなモールに来ました。ここなんだけれども、ナイキストアがもう少しできるみたいでないんだけれども、スニーカーショップ、あとリセール店のスイッシュと、あとはスリテールのフットロッカーとチャンプスがあるので、その3店舗だけでもね、チェックしていこうか。で、なかなか来ないところなので、はい、見ていこうと思います。綺麗ですね。そう、久しぶりにとても治安がいいところに来たので、全然歩いていくみんな平和そう。やばい。平和ですね。お、たくさんおる。おー、あそこにフットロッカーありますね。やばい、エッセンシャルの新作が置いてある。今回は結構シンプルだね。でも私、前のデザインの方が結構好きかもしれない。さっき言ってパクさんがあるじゃん。で、横行くとフットロッカーがあるんだけれども、めっちゃ広くない？前行ったダイニングはちっちゃいけれども、ボールに入ってるダイニングはとても広いですね。ここもすごいね。パとかオンとか置いてある。治安いいとこいいのかな。そうだね。これ嬉しいね。ちょっとニューバランス飽きてきちゃったから、結構他に映ってる人もいるから、いいですね。しかもセールになってる。ニューバランスはこんな感じ。ここあんまりセールかかってないね、多分ね。結構お金持ってる地域なので、セールかかんなくても売れると思うんだよ。新しいやつが入ってましたね、ピンクの。上側はこれはウーマンサイズですかね。どう？濃いよね。色は超好みなんだけど、なんか割引とかになりそうな気がするから、ちょっと待ちです。すごいね、人が多いんですけれども、週末だからか多いんだけれども、見てください。あちら、スイッシュ行こうか。見よう。なんかあるかな、あれなの。クラブハウスがちょっとちらちら見えるぞ。店内はこのような感じです。こちらのお店はアフレコで行かせていただきます。で、
このような感じで見渡してたんですけれども、 T シャツ見つけちゃいました。シュプリームのアンダーカバーコラボの T シャツ85ドルです。なぜねこれ安いのかって思ってたら、 S のところがちょっとハゲてたので安くなっていました。でまた T シャツのところを漁ってたら、ステューシーも置いてありました。これギャングスターコラボで最近出たやつですね。結構ここは強気な値段で売ってたんですけれども、私は直接見た時がなかったので結構いいデザインだなと思いました。でまたね見つけました。こちらはね130ドルでした。ですがねやはり高い分、先ほどみたいにハゲはなくて綺麗な状態でした。モーションロゴを発見しました。こちらのモーションロゴは260ドルでした。こちらのこの間出たローニンティーはまさかの145ドルでした。スニーカーは店内入って右手の方にガーって並んでて選び放題です。はい、こちらはレジ横にあるスティールコーナー、お買い得コーナーです。早速見つけちゃったのがダンク SB のデラソール。はい、これ絶対見た時ありますよね。値段が675ドルでした。はい、もう一足気になるのがありました。こちらエアジョーダン1ハイのフィアレスです。色綺麗ですよね。値段がまさかの150ドルでした。はい、 B さんどうだった選手？甘いんですけど、この周りにもう そういう店ここしかないから。そうなの、結構ね、アーバインからこれシュプリームの店舗行くってなったらドーバーストリートの方でも結構かかるよね。1時間半、2時間かかるから。ウェストハリウッドの方なんてもう渋滞入れたら結構な時間よ。まあね、時間と駐車とかも考えたら、ね、そうそう、ここで転売で買うのと同じ値段だから。そう、だからさっきのお店は結構高値でついてたんだけれども売れてるの、みんな買ってた。そう、めっちゃいいとこに開けたよ ね、びっくり。イエプスターとか買ってたね。そうそう、結構ねさらっと買ってる人が多かったから、やっぱりお金持ってるからみんな買うね。そうだよ ね、びっくりだわ。実はねここね観覧車があるんですけど動いてます。お台場よりはちっちゃいね、やっぱりこういうとこに入ってるから。日本の方がちょっと安全性があるかなと思うけど、ちょっと怖いなこれ。もこっち来ると人が少ないんだけれども、見て見て見て、ナイキがもう少しでできるそうです。楽しみ。はい、後日になるんですけれども、とりあえずねステューシーアウトレットの方で購入したアイテムを紹介したいと思います。 B さんがいくらだったっけ？いくらぐらい買った？170ドルぐらい。結構買ったね。7万ぐらい使った。そうだね、私は330ドルぐらいだから2人合わせて10万超えた。日本だとそうだね、超えてるね。とりあえず B さんと私が買ったのは見て、エープの、覚えてるこれ、ちょっと待って、エープのメッシュキャップです。開かない、ちょっと画像出しとく。ごめん、中で見える？安いよ、100ドル。そう、これで定価割れだよこれ。そうそう、アメリカって135ドルぐらいプラスタックスだったんだけど、日本だと1万1000円だね。ああ、これ確かあの私たちイエロー持ってるよね。イエロー持ってる。どっちお互い買って、うん、B さんが被ってて私はまだ持ってるわ。ニューヨークで並んだね。そう、並んだ。で、あとはなんか黒とかも確かあったっけ、黒とパープルか、はい、それのピンクがね一番人気なかったんだけれども、アウトレットに流れてきて即購入だね。はい、100ドルはもうこれお得だよ。これお得や、ね、すっごいお得。アメリカだと。で、次は B さんのキャップです。ブルー、これちょっとサイズが大きかったね。これニューイラー。そう、この間買ったピンズもつけてます。30ドルそう、30で、これもワークキャップ30ドル。30ドル、こんな感じです。かわいいね、私個人的にこれが好き。で、次が私がバケが買った、これ実は気になってたアイテムで、定価で普通に買おうとしてたドーバーで、これ20ドルでした。うわ、超お買い得じゃない？うん、ちょっとおばさんっぽい。大丈夫これ？大丈夫。いい？で、次はじゃあ B さんの行くか。うん、B さんのこれは何？ T シャツ、サイコロのやつ。あ、そうだ、後ろがね、サイコロです。最近流行りです、これは。全然これアメリカで超人気。定価だったんだけど、アウトレットで定価で50ドルぐらいだったの。50ドル定価で売ってて、うん、
店ではオンラインでももう 即売り切れて、そう、そういうアイテムがまあ定価だけれどももう手に入んないアイテムが流れてくるからありだよね。そう、もうストックエキスで買おうとしたら150ドルとか。そうなの、だから行ってお得だったね。で次が、あ、これやばいよ。これやばい、これ一番私たち今回買ったアイテムで目玉、一番レアかもしれない。これは見てください、ストゥーシーの見て見て、MG ですよ。 MG といえば何でしょうか。マーク・ゴンザレス。そうです、シュプリーマーの父、マーク・ゴンザレスのコラボのワールドツアー、はい、これ多分あのこれやばいよ。にじゃじゃん、何年前だっけ、2004年か5年ぐらいのワールドツアーアーティスト系で、なんかフュートラとかそっち系、そうそう、ネックフェイスとかの時のコラボの T シャツで、そう、見て見て、これ多分20年前のやつが新品で、そう、レジのさ、あのやばいおばちゃんいたじゃん、ああテンション上がってたよね。おばちゃんこれ見て、これはめっちゃ古いよ、20年前だ、そうそう。いくらでした？50ドル。おお、安い。で次がパンツ、夏だからね、これ履きやすいやつ、ね、これはこ これ戦うがあって45ドル。45ドル、はい、ああまあでも夏いいんじゃない。まあね、うん、普通に買ったらもっと高いはずだよ。 あとは、あ、これはクルーネック、これ B さんの思い出のやつじゃない。これね、昔あのアーバンアウトフィッターで売ってて、うん、13年前ぐらいにあったのを覚えてて、試して買わなかったから、うん、それが新デリも入ってる、ね、新品でアウトレットで出てきて、しかもこれいくらだっけ、あの70とか、いや安かったよ、50ドルだ。T シャツと値段同じだからもう買うしかない。 B さん結構そういうアイテム多いよね。昔見たけど買わずにいたアイテム出てきて買っちゃう。そう、ね、もう本社にこういうのが眠ってるからね。そう、倉庫に。そう、しかもね、次これ寝るシャツやばい、寝るシャツ、これは28ドル、着てる。28ドルって25日くらいなかった？28。本当？しかもね、この電子やつなんで安いかって言ったら、ここが壊れてたの、タグが取れ外した。そう、でもここね、私全然縫っちゃったから、全然自分でこういう風に縫える人は、壊れてるお洋服でも買っても全然いいよね、安く。そう、そうそう、結構ストゥーシーアウトレットで、そうだね、サンプルセールだから訳ありアイテムがとっても多いんだけど、あるから、そう、気をつけて選ばないと。そうそう、ちょっと穴開いてたりとか、ちょっと切れてるぐらいだったら自分で縫えるから、あまりの大きいのはちょっと無理だけど、許容範囲だったりよね。で次がドーバーストリートマーケットのワールドツアー、はい、これ結構定番じゃない。そう、これはもうドーバーでサイズないんだよね、100ドルで、まあ定価なんだけど、もうドーバーで売ってないから。そうそう、これ見て、ドーバーでしょ。そう、最近ストゥーシー人気だから、うん、だからまあちょっとタイミング逃すと買えなくなっちゃうから、買っちゃったね。うん、もう150ぐらいじゃない、もう ね定価も上がってきてるし。珍しくない？ B さんグレーだよ。グレーです、ね、で次が私のアイテム行こうか。うん、私のアイテムはいいよ、私のアイテム出しちゃおう。はい、ドドン。 B さんの汚れが気になるからね、ドドン。私は普通にワールドツアーの T シャツ、うん、これはアメリカで普通に定価で45ドルなんだけれども、アウトレットで買ったらいくらでしょうか。10ドルです。30ドル。そう、30ドルでした。しかもサイズ S、 ラスト1だった、私が行った時はね。多分毎日リストックとかあると思うけれども、こういう定番のアイテムはちょっと数少ないよね。そうね、早い者勝ちですね、人気だから、ね、そうそう。最近10ドルってね、それさ、最近ネットでもなんかあのアメリカで リストックされて1日目で売り切れたから、そうそう、だからもう今買うとしたらストック X しかないから、買って正解だったよ。買って正解だね。で次は B さんが見つけてくれた、レアだよ、これかわいいの見て、ね、ストゥーシーだけど後ろがね、後ろがコカ・コーラみたいな感じ、かわいくない。これはいくらだっけ、25ドルだった。これ安かったよ、ね、25だよ、ありえなくない。ありえないよ、ありえないよね、新品だしね。そうですよ。で次が、私これはね40ドルで買った、うん、あ、つなぎみたいな T シャツじゃないんだけど、トップス、ストゥーシーの、うん、キャミソールみたいな、キャミソールでもないかな、うんうん、ワンピースの上だけみたいな感じ、うん、
て後ろがねこんな感じになってる、多分女子だったら好きだと思うこういうの、うん、でここに同じ色でステューシーのロゴが入ってます、うん、安くない？安い。40じゃありえないよ。で次がショーパン、じゃーん、ほんとシンプルなやつなんですけど、これは30ドルでした、うん、安い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 ぞ。次はもうすごいよね、これやばくない？ダブルニーのダブルニーのパンツでございます。イエローかも。ちょっとこっち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 こっ
らだと思う？いくらの？75ドルだったけど、おばちゃんちょっと安くして70だった。おお。優しい。優しいおばちゃん。可愛くない？ステーションマークついてて。ちょっとダボめに履きたいと思います。あとは B さん今着てるジャケットがもう一個あるから、そう、それはちょっと今このジャケットも、はい、やばいよ。おばちゃん50ドルで売って出してくれたよ。おばちゃん優しかったよね。優しかったよ。でもじゃあ次は B さんのジャケットで、はい、はい、B さんにジャケット着てもらいました。ちょっとね顔は映せないんですけども、どんな感じか伝われば。はい、見える？これね、ジャケット。ワークジャケット。50ドルでした。50ドル。やばくない？やばいよ。グレーで、緑で、そう、線が入ってます。もう今の時期ちょうどいいじゃん。ちょうどいい。ちょっと薄いけど。うん。ちょうどいい。ビッキーズみたいな感じ。そうそう、ちょっと後ろ向ける。後ろでちょっと全体映すから。こんな感じでございます。これ店舗にあったんだろうね。リターンかな？いや結構本社いろんなの眠ってるからね。そうそう、結構サンプルだけじゃなくて店舗からのリターンのアイテムもあるから、普通に状況いいのも混ざってるので本当に漁ったもん勝ちですね。あ、もうワンアイテム平均50ドルぐらいだからもう買っちゃうよね。10個ぐらい買ったらもう簡単に500ドル飛ぶから、ね、そうそう。で私たちあの今回ちょっとやってしまったのがフラグメントのワールドツアーの T シャツ取られたね。あった？あったよ。取れた。私たちの横で取られて、漁ってる男の子いてさ。そう、意外とね、激レアなものいっぱいあるんだよね。そう、次。カクタスとかもあるし。全部揃ってる。そう、いろんなレアなもの、けど取り合いだから、朝一行かないと。そうなんですよ。困ったね。あともう一個なのが、その、うん、ストゥシーセールの時に、うん、まあ、アウトレットセールの時に、うん、ストゥシーを着ていったら、出る時に、なんか、なんていうの、そのチケットもらうんだけど警備員の方が私に渡し忘れて、そうなんかチケットないから警察呼ぶぞとか言われたから、ストゥーシーアウトレットセールはストゥーシー着ていかない方がいいです。着ていかない方がいい。じゃないとなんかその盗んだと思われる。なんかそう、商品を着たままタグとかもないから、そう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 、出されてるからセキュリティタグもないし、だからそのまま着て出る人とか昔いたんだろうね。そうそうそう、だから全身シュプリームで行った方がいい。すごいですね。そうですね、そう、はい。まあ、ストゥーシーはなんかもう人気が今じわじわ来てて、うん、今年は特に結構もう大人気な感じだから、はい、シュプリームに負けないぐらい人気ですっごい人並んでたから、そう、やばいよ。もうシュプリーム以上の並びだったので、そうだね、まあ、私たちもまたね、すぐ行きたいね。チケット速乾だからね、タイミング見てね。前回行った時とは全然違ったね。もう取り合いよ。もう倉庫自体がもうチェックアウトでもう倉庫一回りして2時間ぐらい並んでチェックアウト。だから2人ぐらいで行くのがおすすめだよ。1人で行ったらもう超時間かかる。2人で分かれてどっちかが並んでて買うっていう感じで、ね、レジ並び2時間だから1人並んでて1人探しそう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 、タグで行かないと。そうなんです。ではね、またセールに行ったらね、載せたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思うのでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあね、バーイ。